SKE48 の中心メンバーとして活躍していた須田あかりさん。握手会での評判も高く、握手会の女王とも呼ばれていましたが、2022年にグループを卒業しています。この記事では須田あかりさんの学歴、大学、高校、中学校、小学校と出身校の偏差値、生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介します。目次、須田あかりの出身大学、金城学院大学、須田あかりの大学時代、須田あかりの出身高校、金城学院高等学校、須田あかりの高校時代、須田あかりの出身中学校、金城学院中学校。須田あかりの中学時代、須田あかりの出身小学校、須田あかりの小学校時代、須田あかりの出身地と実家の家族構成。まとめ、須田あかりのプロフィール、須田あかりの出身大学。須田あかりさんの出身大学は、金城学院大学人間科学部です。金城学院大学人間科学部は偏差値40の学校です。須田さんは2010年4月に大学へ入学し、2015年に休学しています。金城学院大学、学校名金城学院大学、学科、コース人間科学部、偏差値40、所在地郵便番号 463-0021 愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723。最寄り駅大森、金城学院前駅、名鉄瀬戸線。著名な卒業生西野かな、須田あかりの大学時代。須田あかりさんが大学に進学した頃の AKB グループは人気絶頂期で、須田さんの人気も知名度もどんどん上昇。結局、学業との両立が難しくなったのか大学は休学されたことはわかっています。その後の情報はありませんが、中退した可能性が高いと思われます。須田あかりの出身高校。須田あかりさんの出身高校は金城学院高等学校です。丸、金城学院高等学校は偏差値59の学校です。須田さんは2007年4月に高校へ入学し、2010年3月に卒業しています。金城学院高等学校、学校名金城学院高等学校、学科、コース普通科、偏差値59。所在地郵便番号 461-0011 愛知県名古屋市東区白壁4丁目 64-64。最寄り駅天ヶ坂駅、名鉄瀬戸線。著名な卒業生柴田亜美、大山奈、元 SKE。須田あかりの高校時代、高校に入学した頃には芸能界への憧れが高くなっていた須田あかりさん。高校1年生の時にミスセブンティーンに応募するも落選したそうです。しかし、芸能界への夢を諦めきれずにいた須田さんは、名古屋市内にある商業施設、サンシャイン栄で見た映像で SKE48 に興味を持ちます。そして、ちょうどその頃募集していた SKE48 3期生オーディションに応募。見事合格し、2009年に芸能界デビューを果たしています。須田あかりの出身中学校。須田あかりさんの出身中学は金城学院中学校です。金城学院中学校は偏差値55の学校です。須田さんは2004年4月に中学校へ入学し、2007年3月に卒業しています。金城学院中学校、学校名金城学院中学校、偏差値55。所在地郵便番号 461-0011 愛知県名古屋市東区白壁3丁目 24-67。最寄り駅天ヶ坂駅、名鉄瀬戸線、著名な卒業生柴田亜美、大山奈、元 SKE。須田あかりの中学時代。金城学院中学校出身の須田あかりさん。金城学院中学校は古くからお嬢様学校として知られ、高校からの受験ができない完全な中高一貫校なんだそうですよ。中学時代の須田あかりさんは、
周囲が自分より優秀なことに劣等感を感じ、バレーが心の拠り所になっていたと当時を振り返り語られています。須田あかりの出身小学校。須田あかりさんの出身小学校は、公開されていませんでしたが、名古屋市内の小学校に通っていたと思われます。須田さんは1998年4月に小学校に入学し、2004年3月に卒業しています。須田あかりの小学校時代、須田あかりさんといえば、明るく積極的でちょっとぐいぐい行くイメージがありますが、幼少期の頃から前のめりな性格だったそうですよ。活発すぎるあまりに、病院で CT やミルを何度も取るほどの怪我をしたこともあったんだとか。これはお母さんも気が気じゃなかったでしょうね。また、特技で挙げられているクラシックバレエは5歳から習い始め、以降13年間も続けられています。須田あかりの出身地と実家の家族構成。1991年10月31日生まれ、愛知県名古屋市出身の須田あかりさん。実家の家族構成はお父さん、お母さん、3歳年上のお兄さん、須田あかりさんの4人家族です。お父さんのご職業は、噂によるとトヨタの系列会社の重役を務めているのではないかと言われています。愛知県といえばトヨタ関連のお仕事がとても多いですから、この噂は本当なのかもしれませんね。また、お父さんは努力の人で、須田あかりさんにも常々、何事もコツコツやることが大切、と言っていたのだとか。お父さんの教えの通り、SKE48 でコツコツと努力を重ねた須田あかりさん。AKB グループになくてはならない存在になったことはお父さんにとっても嬉しいものだったことでしょう。また、お母さんも須田あかりさんをとても応援し、サポートされているようです。須田あかりさんがイベントへ出かける際、スマホを忘れてしまった時には、お母さんが須田あかりさんの SNS で、娘が携帯を忘れました、と報告し話題になったそうですよ。まとめ、須田あかりさんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけをご紹介しました。2009年から2022年まで、SKE48 の主要メンバーとして活躍してきた須田あかりさん。グループを卒業し、これからどのように活躍されていくのか楽しみですよね。須田あかりさんの今後ますますのご活躍を期待しています。須田あかりのプロフィール、須田あかりのプロフィール。生年月日、1991年10月31日。出身地、愛知県名古屋市。身長、159センチメートル。血液型、A 型。所属事務所、スインプラネットエンターテインメント。